誰チャイの危険は的中したの何であの時にオペンダントを忘れたのかすごく後悔を感じてるよねあの時にあの変態をやっつけておけばこんなことにならなかったのにあう快感だぜ誰も見てないななんでこう助走するとさあえて見られてしまうようなところに行きたくなっちゃうんだろうよし 逆に堂々としていればいいんだせいらふくをぬかせないでそれゃそうだ今来たばっかりなんだからぬかされたら困るよ